ゲームセンターに設置される機械のジャンルの一つ。7号とは、風俗営業等の規制及び、業務の適正化等に関する法律、第2条4号で規定される、パチンコや大差し、そこで使用される機器すなわち、パチンコパチスロを、ゲームセンター営業用に転用した機器を意味する。2016年6月23日の風適法の改正により、 号数が7号から4号へ繰り上がったが、業界団体である日本アミューズメントマシン工業協会の規定上は7号表記のままである。日本アミューズメントマシン工業協会により健全化を阻害する機械基準が制定され認定制度が作られたが、単にコインセレクターを交換しただけのものなど基準を守っていない改造品も多く見られる。ゲームセンターは 風営法で定める風俗第5号営業にあたり、遊戯の結果によって商品を提供することが禁じられている。この店が風俗第4号営業であるパチンコ店との違いとなる。そのため、4号機であるパチンコパチスロからの転用は現在メダルゲームのみに認められており、クレーンゲームなど景品を獲得することを目的とするプライズ機への転用は認められていない。 また、ゲームの結果に応じてチケットを払い出し、そのチケットを景品と交換できるリデンプション機への転用も認められていないが、現在の日本国内のゲームセンターではリデンプション営業は違法である。なお、全日本アミューズメント施設営業者協会、連合会は営業時間の延長や年少者時間制限の緩和とともにリデンプション営業の容認を求めていた。 過去にはプライズマシン仕様の転用機も販売されていたが、現在は製造されておらず、また過去にプライズタイプの転用機として製造された機械は、景品払い出し機構を外すように警察から指導が入っている。このため改造されたプライズ払い出しタイプの機械では、単に払い出しを行わないだけで、ボーナスゲーム終了時の特典リセットは変わらないという一種の ぼったくりマシンとなっている。またプライズタイプを改造し、メダルゲームで利用できるメダルがカプセルに入って払い出される、メダルと交換できるチケットが払い出される、もしくはボーナスが成立した段階でスタッフによる交換が行われる、という形式で運用が行われる場合がある。この場合については特段の規定が存在せず、各地のゲームセンターでよく見られる光景である。しかしながら、 現在でも一定の点数に到達するとメダル等の払い出しが行われそれを景品に交換したり現金と同等の価値で支払いが行える形式で営業を行っている店舗が後を絶たないカラオケボックスやレンタルビデオ店ゲームソフト店などの風営法の営業許可を受けていない店舗で見られるこれらは形式上景品交換ではなく会員向けのサービスの一環として 運用を行っている場合が多いが、実際にはメダルと景品等々を交換しており、違法なリデンプション営業に該当する行為である。だが実際には、摘発されるかどうかは、諸葛警察のさじ加減という非常に曖昧な状況で運用が行われている。現実問題として数が多すぎて、すべての案件に対応することが難しいと考えられる。 これら曖昧な運用を逆手に取った営業形態の一つに禁スロがある。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第23条遊技場営業者の禁止行為。e 株法令検索。総務省行政管理局。2019年12月25日閲覧。令和元年法律第37号改正。 2019年12月14日、施行。ありがとうございます。